しめ。お疲れ様です。もう終わり？終わりです。ちょうどゲバー来たんですけど、もう終わりだし、実は。終わりだし、実は。梅雨でね、ちょっと大変で、どう？工程パンパンだろう。パンパンっす。毎年だな、これな。そうですね。梅雨は。ちょっと現場見させてや。もうちょうど終わり？終わりっすね。久々にね、ちょっとね、真剣に現場の動画を撮ろうと思ったら、もう終わって、次の現場行かないと。次の現場行かないと。これ何日だった？1日半日。今回の？はい。何メーター？200ぐらいです。1日ある。これも乾かします。全部入れていいです。あ？全部だって乾かさないと何時間か。はい。15分です、乾かす。ああ、15分乾かしたいんだ。夏だしな。この現場じゃ午後から現場。現場ですね。うわ。これで何をやってるの？ちょっと説明してよ。材料は何ですか？横浜のウレタン材です。横浜の？ウレタン材。ウレタン？ウレタン。あのでまあ、これは塗料を乗せる場合はうちはウレタンなんだね。変性かウレタンがメインだよ。そうですね、変性か、うん、ウレタンかで、うん、もうこれもう同じ話ばっかりしてるもんね。もう飽きていいな。飽きていいじゃん。まあ一般の人にね、やっぱね、よくまあこの間も問題になった塗装屋が仕入れやるもんで、なんか8万円ぐらいでやると。そうなんですか。一軒やな、はい、営業がで、うちがまあ15万か20万ぐらいいくわけじゃん、はい、これ材料だけでじゃあいくらや。これ 200m でプライマーも全部だぞ。プライマー、道具、まあスポンジ、まあ一現場あたりの消耗品まで含めたら材料代ってどれぐらいになる？まあ結構使うですね。 4,5 万ぐらいいくんじゃない？まあ、4,5 万いかんでも。それは下剤ですね。まあ 4,5 万ぐらい。 3,4 万？そう、3,4 万ぐらいですね。まあ、材料と、いやこれ 200m だよな、まあ、これ 200m ってじゃあどれぐらいって何？家で1本、2本、3本なんだよな。今これ視聴者の皆さんこれ見てわかるかな、縦地がもう3本しかないよな。でその出積みっていうか角コーナーないもんな、縦ないですね、ここは。で横はこれ今下から見てもまあこういうところは薬物がグワーってあるけど、基本的に2階だけ見たら窓周りだけでしょ。そうですね。だけど本当に一般のサイリング住宅で 200m なんてありえんやな。 300m 超えてくるでしょ。どこまでやるかです。軒入れたら大体300とか400になってくるんですけど。あ、軒、あ、今ここは軒入ってないです、ね、やってないな。やってないです。だけどこの縦地少ないじゃん。普通の LC の家なんかもっとあるじゃん。ADC だったらもう大体こうやってで、あ、 ADC なんサイディング、サイディングだったら250から300ぐらいだよな。ここは少ない方だよな。少ない方です、ね、もう横長のこんなだって縦で 3枚でコーナーがないでしょ。コーナー縦だけでもだってコーナーだと角に2本縦があるもんね。5メーター、10メーター増えるもんな。4角でも40メーターだもんな。そうですね。要は縦が5メーターだけどコーナー2箇所入るってな。コーナー材がある場合は、まあ、コーナーがデズミがあると角の部材が1回入ると、はい、今これはカバーでやってるもんで板の上に角材、まあ、そっちで説明しよう。こんだけやっぱ で窓からこの窓から全部やりゃ、窓は全部やっとるんだろ。全部やってます、うん、いやこれはでも三方だもんね。まだいいわな、下がないもんな。下がそうですね。であとここにもあるでな。普通は何だったこれ。 ALC の現場だと面台が水切り、あ、面台な、水切り、ここにも一本あるでな、はい、だけど今回この下はないもんな。下がその手すりがついちゃってるんでこれが、うん、もうだけど水切りはもうここがねえってことだな。そうですね。まあ普通は雨が入る必要ないかなって。だからその1個の窓だけでも 10m だろ。大きいこの窓なんか 10m だろ。 10m ないけど2525の 6-7m ぐらいかだな。で ここがないんだよな。だから本当だったらこのカバーがなかったらこっちに1本とこっちにもう1本、うん、要はコーナー材っていうのがあるんだな普通は、はい、今のサイディングは、はい、今こういう部品じゃなくてコーナーの部材があるもんで、これ辺ぐらいのところとトイの後ろぐらい同じところに2本縦地がおるんだよな。そうですね、はい、サイリングのだろ。そうです、うん、ちょっともうちょっとやる気出して喋ってくれよ。なんか突然来たし久しぶりだもんね、なんか、うん、でほんで 200m? 200、はい、まあ、うちで言うと500円から600円ぐらいだもんね。まあ10万から12万ぐらい。そうですね。お客さん出しでね、うん、あ、だけどこれが5万6万でやれるってすごいな。やる業者がおるってのはやらんわな。ここまでそのやってる業者多いのかわからんけど、なかなかないんじゃないかな。俺塗装屋さんで自分とこで何笑っとんの。ごめんなさい。あ、ヘルメットが当たるぐらいで笑っとんじゃないのか。まあちょっと片付けも見ていこうか。お前なんだその格好って。はい、そのなんだその黒テール坊主みたいなのね。日焼けです。日焼け日焼け止め。日焼けじゃないか。日焼け止めやろ。違いました。あ、これ、お、何これ。おお、すげえ。これ全部作っとんの自分たちで。そうです。これを説明してると大きさが全部違って、うん、まあ、場所場所で使い分けとるだけで、うんうん、で仕上げてるだけです、うん、あ、そういうことな。あ、もう場所場所で全員持って、
そうですね、幅が大きかったら大きいやつやって、うんうん、で幅に合わせてどんどん、うんうん、これも自分でカット入れてる、それも削って削って作っとる。なんかよくお客さんが想像する、あの角理事ないの地域はある。うん、よくさ、まあこれしょっちゅう YouTube で言ってるもんで、ね、まあ絶賛してるかもしれないけど、まあちょっと昔の動画だなあれだかもしれないけど、よくいわゆるあの一般の人が、まあ職人さんだったらもうみんな知っとる、当たり前のことだけど、仕入れの職人さんが知っとるならわかるけど、これがごく一般なカートリージで接賛が想像するやつじゃない、うん、まあこれでもこんなやつは売ってないかな、本店で。メリットデメリットあるじゃん。なんでお前らこれでやらないの。いや、時間がかかるから。何で時間かかる。一本一本使ってからかんから。なんで1本でだいたいその塔で3メーターぐらいしか打てないんで。これで3メーターしか打てない。だってそうだ、 320cc しかないの。1センチかけて1センチだったらそう3メーターしか打てない。で1センチが、まあその計算式があると思うけど、掛け算だろ。もう達人したら分からないので、お金円がついてたらできるけど、お金は円が掛け算できないから、はい、ビジネスは足し算と引き算だからビジネスはね、はい、ビジネスに掛け算はないからな、はい、うん、足し算だからビジネスは。あれ、あとはもうゴミが出るよな。ゴミもそうですね。ゴミっていうかそのロスが出るじゃん。使った分のロスがじゃあ使い戻せない。じゃあ320実質使えないもんね。そうですね。言ってみながらロスが出る。視聴者のみんなが、あの職人さんは分かると思うけど、ちょっと現場で説明します。あれこう鳴らした時に、そうですね、グニーって出てくるんだよな。鳴らした時に、うん、横にこう逃げていくやつが、うん、残って取れるんですけど、うん、なんすか。ちょっとそんなことどうでもいいんだよ、お前。真剣に動画撮れや、これ。今日やる気ねえな、お前。やりきるって言ってやりたいのはっきりわかるわ。な、はい、で、ここでロスが出て、そうですね、それが使い戻しできないもんで、もうこれカートリッジだと使えないから、だけなんで実質320以下ってことやろな、もう、そうですね、ロスの分がないと。だからカートリッジの場合は、はい、あ、じゃあ、あの、いつもお前らが使ってるやつの場合は、2液の場合は、あの6リッターあるんですけど、あれで、うん、1本6リッターだもんな。1缶6リッターってことはこれが20本分だもんな。そうですね。そう考えると全然値段違うの。3倍4倍。これ1本いくら。でも結構高いです。1000円ぐらい。ホームセンターで買ったらいくらぐらい。700-800円。結構高いですね。この前僕も初めて見たんですけど、社長が高い高い言うもんで、うん、見たら結構高かったですね。本当に高いよな。1本ちょこちょこ、まあ、どうしてもな、使い捨て現場だったらしょうがないもんで。だってたまにこれでやってる塗装屋さんおるじゃん、はい、じゃあ何本入れてんのお前ら。だってこんなんで現場やろうと思ったら100本いるだろ。100本足りんじゃん。100本ぐらいいるんじゃないですか。だよな。だってこれ丸カンで1本で20本だろ。しかもロスが出る分、だって25本計算すると丸カン何本いる。4缶とかでいける。 200m ならいける。足し算がちょっとできない。丸カン大体いつものやつ出てるんで何本いる、はい、普通の戸建てで200-300m ぐらいで、200で大体2缶ぐらい、うん、普通の戸建ては。戸建ての戸建て350ぐらいある。窓までやったら350までやるんだったら3缶ぐらい。大体戸建てで、いや戸建ては大体250から300、うん、300ぐらいか。そうするとまあ2、3本いるってことかな。それこれでまあ80本ぐらいやってくるってことか。他には窓の戸建て最後片付けるか。そうですね、うん、ちょっと説明しよう。あれは何やと思うんですか。どうですか。なんか鉛筆なんか最後中通すからじゃないですか、この中、うん、あ最後それ通して全部きれいにするの毎回あれで。多分それなりちょっと見せて、貸して。これでこれでノズル取った後の、うん、これ入れてやる。うん、ああ、おお、うん、え、そう、え、あ、そうやってやる。その中持ってゴシ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 、もうこれ一発で、一発で。で次に何のどこの現場行くんだよ。次北区ですね。うん、北区。あ、ここから。はい、やっぱついてるな。カンカンか。工程がやばい。工程が今だいぶやばいですね。そう、週間ぐらい遅れとる。もうシールはもう本当にやれんもんな。そうですね、うん、そうならな、ベランダとかちょっと雨当たらんとかやっておるけど、濡れたら終わりだろう。濡れたら終わりっすね。だよな。これで今日でも午後から雨です。あ、打ってからもう雨が降るのは全然問題ないです。ボトルな塗装みたいな。あ、ならないです、ならないです。もう塗装みたいに流れていくことはないんで。うん、まあ、あとこれが固まってくるから。ちょっと天気だけ見とけよ。どうから降るやっとるっすね。まあ、この次の時間に毎回ですよ、まあ、ある程度営業も工程も見ながら接算とやっとるけど、はい、現場と間違うとまた塗装職人もな遊んじゃうでかわいそうなんだよな。
なんで塗装の職人がそんなに遅れてないかちょっと不思議ですけどね。こんだけ雨降って俺ら遅れとんの。遅れてるよ。そうなんです。余分に入れて多めに入れてるもん塗装の。いや、いや。ちょっと余裕持って。そうそうそう余裕持って。全然、ね、注意対策は何やっとんの。雨降りですか。最悪あの養生上張ってやれんの。塗装でも最悪の時やっとるじゃん。ああできないですね。いやどっちみち雨が吹き込んでくるんで。あ養生してもダメか。はい昔何回かやったんですけど。一緒じゃないじゃん。養生してる時間がもったいなかったです。そうか。まあ確かにそうだ、ね。降ってから養生できないじゃないですか。降る前に養生しないと意味がないから。うん、養生してる時間が結局持ってなくて、うん、やっとらで雨降ってきて、引く隙間からとか雨が当たって、うん、そうだよな。時間が持ってなかったです。なんせ今年1週間連続で雨とかだったじゃないですか。ああそうだな。なんか2、3日雨とかだったらまだなんていうのも、うん、多分工程元に戻るんですけど、うん、1週間ずっと雨だもん。もう1週間分の現場遅れとるし。ああまあそうだな。あいつだったらな、もう文句言ってるらもうちょっとために早く先やれようちの仕事とか言ってくればいいけど、まあ、そういうわけにかもな。じゃあ皆さん、そのまあちょっと市場職人さんどうかわからないですけど、あと関東募集しようですってね。関東横浜店舗、はい、横浜周辺ですけど、ちょっと店舗決まりつつあるんですけど、あの関東でのあのシールのあのできや手間業者、まあ在庫でもいいんだけど、ちょっとシール防水の職人さんがやっぱ足りてないみたいで。はい、あの専属でうちはもう確実に塗装とシーリングはもう別にやってもらうから、あの塗装屋さんでできるって言ってもやっぱシール専門の人たちのレベルが違うので、うん、だからまあシールはシール屋さんに頼む。その高い安いとかいう話じゃない。塗装屋さんもよく言うんだわ。いや僕うちら安くできるもんでシールも全部やりますよとか言うよ。そんなあんまないなこの世界は。まあ それはまあ、まあ、ありがとうって言って、一応だって塗装もあの一級塗装技能士ってあるけど一級シール技能士もある。でそれぐらいやっぱ奥が深い仕事だから、やっぱプロのバーって適当なところやっとるのはいいけど、なんか現場がやっぱ不具合がこうやって雇って営業とかわからんレベルのことが出てきた時にやっぱりプロがおらんとできないから、その時はな、まあ勝手にもう、まあ、外しとるやないか、まあ、もう終わったと思ってましたお前だって素材がないとバカだねお前 YouTube だ何になれんぞ。素材が俺が満足するぐらいの取れたくないと俺は終わらんって終わったと思ってて。いや終わったって俺も終わらしてまたそのカートの話でしたもんね。いやそれも含めて素材にしてないと。まだ始まっとったと思う。じゃあ素材がもう俺は OK 出ればよ。そのここまで俺だってお前40分かけてお前こいつ運転だけど来とんのか足りねえだろお前暇するんで、まあ、これでもこう視聴者見てんだから応援してんだから視聴者謝れ頑張ってるよ、はいマイク外して社長が来たら鬱陶しいよって謝れ。はい。でもパンパンなのにって昼飯も食えんのにってパワハラに負けず頑張ってるよまあそれはあるし、また関東の人もパワハラに負けないっていういい男とね、一人二人ぐらいの子がいいかな。あんまり大きいところにバーンって頼んで高いよりも、まあそんなうちもいい値段出してあげれるわけじゃない。やっぱ民間って安いからね。安いっていうかやっぱ相水の戦いがあるもんで、いくら俺らがどんだけいい仕事しとるからこのジャンルやっていってもやっぱそのシールも自分のところでチュッチュッてやる業者とは相密になるから、じゃあ10万違ったらやっぱ決めないもんね。そしたらどんだけいいんだとだからやっぱ厳しい単価ではあると思います。それでも民間でやっていきたいっていう人がおれば、はい、うん、まあ、ぜひ一緒にやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。あれよし。